どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、7月からね始まるマリオットボンボイの、ホテルのねキャンペーンを紹介していきたいと思います。宿泊すれば、するほどポイントをもらえるキャンペーンとなっております。でこの動画ですね、来月ですね2019年7月より始まるマリオットホテルの、2滞在からエンドレスで1500ポイントがもらえるというキャンペーンを紹介していきます。キャンペーンの期間について、キャンペーンを利用するにあたっての注意事項、このキャンペーンはおすすめかという点で話していきたいと思います。でキャンペーンの期間です。登録期間が2019年9月2日、までとなっておりますね。今現在も、登録エントリー自体は始まっておりますので、マリオット公式サイトをね概要欄に貼っておきますので、利用する方はね確実に、エントリーをねして、利用するという形になります。宿泊期間が、7月の2日から、9月の16日ということで、日本でもね夏休みお盆も含んでおりますので、利用できる方はぜひっていう感じですかね。でキャンペーン利用にあたっての、注意事項ですね。まず先ほども言いました通り、エントリー必須となっておりまして、公式サイトからのね予約のみが対象となっておりますので、あのエクスペディアとかねその他のサイトを、利用して、予約を取ってもそちらは対象になりませんのでご注意ください。で200以上の滞在で1500ポイントがもらえます。というのも、こちらわかると思いますけど、2泊の滞在ですね。だから1つのホテルに2泊以上で1500ポイントもらえるということですね。で、1泊の滞在は NG、 200以上ならエンドレスでポイントがもらえるということですので、長期でどこか行かれる方は、次の行にもしておりますけども、2泊ずつに分けるとかがねもし可能であれば、ぜひやっといた方が、いいんじゃないかなと思います。こちらは、4泊の旅行の場合 A ホテルに2泊 B ホテルに2泊すると合計で3000ポイントが返ってくるという形になりますね。でこのキャンペーンはおすすめかという、実はですねこれ私は初めてこのキャンペーン見たんですけども、2019年の4月からだったかな、3月の終わりからゴールデンウィーク明け6月の頭までやってたキャンペーンが、このダブルテイクキャンペーンっていうのをやってたんですよね。こちらどういうものかというと、2滞在目から本来もらえるポイントありますよね、そちらが2倍もらえるというすごいキャンペーンだったんですよね。ですのでその代わり2滞在目なんで、今回は1滞在目から OK なんですけども、1滞在と1泊っていう概念がありまして、まず1滞在っていうのは1つのホテルに1泊する1滞在ですよね。それも1泊ですよね。2滞在目っていうのはですね2滞在なんで、 A ホテルに1泊 B ホテルに1泊で2滞在ですよね。ですのでA ホテルに10泊しても1滞在なんですよね。もちろん B ホテルに10泊しても1滞在。それが連続してれば2滞在になるんだけど、連続してるって言い方はまた言葉を間違ってるかもしれないんですけども、要は、1つのホテルではなく2つのホテルで1泊すると2滞在っていうものなんですよね。で、この前回のキャンペーンはこの2滞在目からねもらえるポイントが2倍ということで、私はね、2019年の3月末から、マリオットボンボイのねプラチナチャレンジというものを行いましたので、函館の4ポイントにですね利用させていただいたんですけども、その時は本来5000ポイントしかもらえない滞在がですね、これが2倍もらえて1万ポイントもらえたんですよね。ですので前回のねこのキャンペーンが結構すごかったんで、今回のキャンペーンはですねもちろん夏休みがありますので、ちょっとポイントを抑えてるんじゃないかなっていうふうにも思えるんですけども、
前回がねちょっとすごかったっていうことで、今回の、キャンペーンはねおすすめかっていうと、まあ、どんなに高いホテル、まあ、SPG マリオット系のホテルはですね、本当に高いところは1泊10万とかするようなホテルもありますんで、どんなに高いホテルに泊まっても2滞在でね1500ポイントしかもらえませんので、まあ、結構リーズナブルなねホテルに泊まる分には、積極的にやっていった方がいいんじゃないかなと思う感じですかね。で、実際この1500ポイントっていうのが、じゃあどのぐらいのポイントが貯まれば国内で無料ポイントで宿泊できるのっていうところが一番気になりますよね。で、国内だとですね、残念ながら一番安くても3万5千ポイントかな、なんですよね。ってことは、3万5千ポイント以上いかなければ、国内の、ね、ホテルは無料で泊まれたりはできないんですよね。これが海外だと2万5千ポイントとかもあるんですけども、一応国内だと最安で3万5千ポイントが必要ですので、まあ、積極的に狙うというよりかは、まあ、夏休みが、お盆がありますからね、その時に、旅行に行かれる方はぜひね、ホテルをね分ける、まあ、もしくは一つのホテルでもいいので2泊以上していただければ1500ポイントがもらえますので、まあ、よかったら利用してみてくださいぐらいですかね、私のおすすめ度としては、まあ、1500ポイントがもらえるキャンペーンなので、まあ、ちょっとねもうちょっと多かったらいいなっていうところですよね。まあ、今回はですね、マリオットボンボイのキャンペーンについて、ね、解説させていただきましたけども、この動画が役に立ったっていう方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。